ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエのつやでございます。週末の前に定期便のコーナーでございますね。今回は第3週でございます。7月の前に関しては東コーポレーションさんとやらせていただいております。担当のダニエルさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、じゃあ第3週の前にでございますけども、はい、ジャンニ・テッサーリのソワーベでございますね。いや、来ました、ソワーベ。ソワーベっていうとやっぱりね、まあ、ベネットではすごく、まあ、楽しく軽く飲めるような、そういう風なイメージがあるんですけど、うん、まあ、ジャンニ・テッサーリさん、まあ、なかなかね、これね、レベルが高いんですよ。彼らシャルドネとかね、ピノとかいろいろ作ってるんですけど、うん、まあ、今回はやっぱり王道のソワーベで行かせていただきたいと思っております。これいくらでしたっけ？1820円です。あ、1900円もやっぱね、下回るというのがね、さすがの東さんでございますね。さすがでございます。じゃあ開けまーす、はい。ちなみにこの生産者はこう日本にはいらっしゃるんですか？日本にはね、日本結構好きで。あ、そうなんですか？なんかソワーベ協会が主催している、はい、そのバイザグラスワインのプロモーション活動でほぼ毎日ラインしてますね。ほぼ毎日？あ、ほぼ毎年。毎年ですね。ほぼ毎年。それ住んでる。住んでる。ほぼ毎年年に1回来てます。あ、そうなんですね。はい、お、いいんですね。え、結構やっぱり大きい生産者なんですか？めちゃめちゃでかいです。あ、そうなんですね。でかいんですけど、うん、まあ、あの自社農園自体はまあ55ヘクタールで、そこまで、まあ、めちゃバカでかいっていうわけではないんですけど、まあ、あの、お金持ってますね。なるほど。そっちの方ですね。マニーを待ってらっしゃる。え、ちなみに、はい、何でマニーを待ってらっしゃるんですか？何でマニーを待ってらっしゃるんですか？いや、もうこの人は結構自分のワインを作ってる傍らでコンサル業もやっていて。あ、ワインコンサルもやってらっしゃる。結構イタリアで有名なところとか、やっても聞かれたことあるね、ような名前のようなところにも結構、はい、あ、アマローネとかね、ほう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 、コンサルしたりとかしてるんで。え、全然まだ場所が違う。うん、違う、まあ、近いっちゃ近い、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 ベローナのちょっとあっちの方、そうですよね、うん、そう、なるほど、まあ、結構北イタリアのあの辺に一帯を牛耳ってるドンみたいな存在ですね。ジャンニ・テッサーリ、あら、マジで心して心していただきます。ちょっと、うん、やっぱりね、色が綺麗ですよね。本当に美しい黄色。なるほど、濃いですね。濃いですね。19年ってどうなんだ、うん、19年は相当な猛暑だったと聞いてますね。おお、果実味とかね、これ酸も綺麗ですね。これもうぜひキンキンに冷やしていただいても結構ですけども、今の時期ですね。もうあ、キュッときますね、はい、うまっ。この酸の特徴、これなんですよ。ボルカニックワイン、火山性土壌で作ってるんですよ、これ。はい、なるほど、ここにですね、まあ、よくそうこうありますけども、うん、ここが、あ、それがこう、そういうマークを、え、これはジャンテサリのマークではなく、こう共通のマーク、このあたり、こう火山性土壌で占めてますよっていうことをアピールするためのマークですね。それも多分彼が言い出したと思うんですけど。なるほど、じゃあちょっと地図で見てみたいと思います、はい。まあ、もちろんその火山はもうないですけどね、今死火山ですけど。まあ、確かにね、ちょっと待ってくださいね。画面収録します。行ったことないんで、見るのも楽しみですね。まあ、ここですね。火山性。これ山っすね。この辺の盛り上がってる山がみんな溶岩なんですよ。あ、なるほどね。で、この山の方にあってるのが、あの、ソワベクラシコって呼ばれてる。はい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 、はい。ソワベクラシコの本当、ふもと。なるほど。ちょっと結構な、ほんと山々ですよ、これ。限りなくクラシコに近い。おお、すごい。これはまた結構な山だ。うん、あら、こんなところですね。これ全部溶岩なんですよね。なるほど。まあ、つまり溶岩で結構、その、固まってるところだけは残って山になってるけど、他はこう削られて、こういう風な谷になってるっていう風な感じですかね。全然土壌変わってくるんですよ。こっちの方行くともうよ、あの、火山性じゃないし、こっちだと火山性、ね、なるほど。こっちは、まあ、言ってみれば山側は火山性であるけど、
この、まあ、谷の部分になってくるとやっぱり、まあ、もうちょっと粘土っぽく、粘土っぽくなりますよね、うん、なるほど。じゃあちょっといい土地持ってるんですよ。ちょっと彼に降りてもらいましょうね。行ってくれるかな、行ってくれるかな、いいかな、よいしょ。あ、明らかにここだな。これ早速でかい、絶対これだな。これです、間違いでかい。あ、お、こ、お、お、なになになに、これはちょっと外れちゃうんじゃないですか。もうちょっとさっきのちょっとタンクがあったとか、ね、ちょっと待ってくださいね。もしかしたら彼のワイナリーも見れるかもしれない。そうっすね、うん、ちょっと君ちょっとこっちにおいでよ。おっと、いいことですよね。おかがり行けたり行きすぎだって。よっと、マルカート、マルカート、あ、マルカート、マルカートと呼ばれていた時期もありました。そうなんですよね。なんか、うん、お、なるほど。ちょっと、まあこの、まあまあこの 上の方ですよ。明らかにブドウですもんね、それね、はい、うん、この辺からも私有地じゃないですかね。いや、明らかによく Google 入ったな。あらー、これです。でっかいね、これは。これですね。あらららら、にわかにもこれはドンっていう、ドン、なんかワイン富豪感が半端ない。ああ、ちょっとすごいね、これですか。ちょっとこれをちょっと行ってみたい。中にはテラスもある。ありそう。なんか入れちゃうんじゃないですか。確かに、ちょっと待って、これ入れんじゃない？どっか。本当に入れそうで怖いの。ちょっと待ってくださいね。よ、ほら、なんかさ、写真があるんすよね。あ、ちょっと待って待って。言う、待ちなさいよ。ちょっとこの辺りに、ポツポツした。お、入れた。あ、こういう写真が。入れましたね。まあ、写真の場、まあ、さっきの場所変わんないな、うん、で、ここはどうだ。あらら ら, ら、あ、入れちゃいましたね。いや、こういう彼のテラスですね、これはね。おお、綺麗な畑が、うん、ここですよ。金あるな。ありますね。金があるからこそできるこのクオリティ、はい、安定の、すごい安定感抜群です。そして東さんが輸入してるからこそ実現できるこの低価格帯、安定の低価格。そうですね。いや、素晴らしい。両者一体となってますね。本当本当。いや、でも本当彼のワインどれも優秀です。ソワーベは今の時期いいですね。ああ、まあ、え、これ暑い年の割にはすごくちゃんと酸物っていいですね、はい。まあ収穫するタイミングをちゃんと見計らってね、あ、ちょっと早めに収穫したりとか、うん、やってるんでしょうね。まあ、すごく優秀な、あの、醸造チームとかも、栽培チームもいるんで。なるほど、いいですね。なんか お嬢さんも綺麗な方だと言われてますけども、ちょっと、なんて言うんでしょうかね、美人、美人ですね、イタリアの、イタリア美人、イタリア美人。まあ、また前回もそうでしたけど、ちょっと美人特集、美人特集。あの、ここに写真がピッて入りますけど、ちょっと別のショットもあるかもしれない。別のショット欲しいですね。別のショットちょっと調達してみます。ちょっと調達してみます。はい、ぜひぜひ。あの、はい、まあ、これがパパ、パパテスサーリー。はい。パパテスサーリー。パパテスサーリー。パパテスサーリーですね。パパに似てる、また。なるほど、すごいな。いや、あれ、ダニエルさんもいるじゃないですか。私もいましたね、なんか。いましたね。生産者っぽく。いや、あれっぽく出てますね。いや、素晴らしい。いや、これ美味しいですよ。うん、じゃあ、どんな食事に合わせますか。そうですね。これは、どんな食事に合わせるか。これが問題だ。まあ、この時期だったら、ちょっと高級感があるかもしれないですけど、はい、ハモとかね。あら、コンビニじゃ買えないね。コンビニじゃ買えないんですけどね。コンビニ風に痩せると、そうだな。まあ、チータラでもいいんじゃないですかね。どうですか。ありですね。あ、チータラありだな。あの、僕たちが最初考えてたのは、まあ、ベーコンとトマトとレタスをレンチンして、チーズとかもレンチンして、ざっくり塩コショウで食べてみたらそれ美味しいんじゃねえのっていうふうに思ったんですけど、でもなんかチータラの方が面白そうですね。ちょっとこう
魚が入ってる方がなんとなく確かに確かに。じゃあちょっとチータラしてみましょうか。チータラでもまあでもチータラ、まあトマトも欲しいっちゃ欲しくないな。でもなんかでもチータラの方がなんかチータラとケチャップで、うん、あえてのそれでやってみたらすごく簡単に美味しそうなものができそうなんで、ちょっとそれでやってみたいと思います。いやありがとうございます。さあ本当にマリアージュしたいのかちょっと分かりませんけども、いや非常に楽しみです。ありがとうございます。まあ、遊んでみるのもいいと思います。はい、遊んでみますということですね。第3週の場合はジャンニ・テッサーリのソワーベ2019年でございました。いや素晴らしいワインでございます。ぜひね皆さんどんなワインと、まあ、マリアージュさせたのかね、コメントの方でいただければ嬉しいでございますし、チャンネル登録といいねの方お願いいたします。はい、で第4週次回のワインなんですけども、はい、アワーですね。ついにそれこそ4月にお願いしたアワーはクレマンドブルゴーニュでしたけど、うん、まあそれよりもやっぱりこうさっくりと軽く合わせてもらえるようなそんな泡に今回はさせていただきました。カバでございます。お楽しみに。